江戸小話半殺しよう、やたさん、おめえむやみに金を欲しがるが、命を売ってでも金が欲しいかあったぼうよ、欲しいも欲しいもおめえ大金にありつけるなら、こんな命の一つや二つ、どうってことはね、 殺されても本望よと生きのいいセリフを吐く。弥太郎がやたらと言いまくるので、いつの間にかあちこちに金のためなら命売りますという宣伝が行き渡った。さる大金持ちの旦那、これを耳にすると、早速弥太郎を呼び寄せ。どうだ 千両やるから、俺に思う存分殴る蹴るをさせて、死んでくれるかと交渉する。八太郎しばらく考え込んでいたが、旦那、どうでしょうね。ものは相談だが、おめえさんも千両お出しになるのは鶴御座所そこでだ。わしをまあ、その半 ししにて「五百両おくんなせい」。